皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、マイクール恒例の今期僕自身が見る全作品一挙紹介やっていきたいと思いますという、今回ですね、今期2024年冬アニメバージョンの、僕が見る全作品の、期待値ですとか放送配信情報をですね、放送ビジョンに一挙に紹介という恒例やっていきたいんです。よろしくお願いしますという恒例。前期はですね、僕自身なんと70タイトル最初見ますよって、結局ね、66タイトルは目通して全部ね、全部が全部最終回見れたわけじゃないんですけれども、その前が2023年夏が51タイトルとかかなっていうことで、まあ僕もまあ多分この前の動画でも話してたんですけれども、本当もう基本的に新作に関してはもう全部見るぐらいの勢いで、やらせていただいてまして、その取りこぼしが本当にないように、本当どんな作品でも面白ければ取り上げるというね、あの気概で私もやってますんで、まあ続編に関してはね、やっぱ見ないやつも、まあ元の一気でもうみんなやめちゃってるやつは、まあ人気も見なかったりっていうのはありますけどもね、なんと、まずタイトル数ですね、先に話しておくと、今期僕が見る作品数なんと56タイトルでございます。いや、今期ね、作品数がね、前期よりも少ないなと思って、タイトル数もだから結構減るかなと、まあ、全部減ったんですけど、70タイトルからまあ56という項で、まあ、割と最初見る予定の作品は減ったかなっていう感じですけど、まあ、夏アニメより多いんで、で、まあ、今期も70タイトル全部であるっていうところで、まあ、かなり多い中で、ほぼですね、70タイトル中56タイトルで、まあ、そもそもなんか日曜の朝アニメとか、そういうのはやっぱ見なかったりってやつもありますけれども、はい。っていう中で、新アニメはまず基本的に新作は全部見るように。で、今回に関しては中華アニメとかもね、あるんですけど、そういうのも全部、とりあえず見てみるという面白いかもしれないでね、とりあえず見てみるということで、やっていくという感じでございます。で、ちなみにすでにもう見てる作品が2作品あって、で、あと配信アニメか、これが2作品で、また前期から続いてる作品が8作品なんで、純粋になんか普通に放送コンテでやるよっていうね、地上波でやるよっていうのが、全部でだから44タイトルとかになるのかな、うん、っていう感じですけどね。もう前期から続いてる作品はもうサクッともすごいサクッと最後にまとめてありますけど、紹介しますけどね。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。で、今回50だから2タイトルか。だから配信アニメとすでに見終えた作品抜くと56からで22引いて52、うん、っていうところなんですけどね。曜日別で僕見てみたら作品数を、やっぱ週末がやっぱめちゃくちゃ多いね、今のところ。なんで、週末は正直さすがに多分、正直思うんだよっていうのは、結構バッサリ切っていく可能性はあるかなと思いますけども、月曜ですね、まあ、僕は見る曜日ね。なんかこの放送日とかちょっと若干違うとこあるかもしれない。月曜9で火曜4、水曜1、木曜9、金曜8、土曜10、日曜11。じゃやめてよ、この木曜からの連鎖。9、8、10、11だって。果たして私は見切れるのか。僕毎週週刊アニメランキングっていうね、やらせていただいて、その週のランキング付き合ってるんで、それって土曜の深夜までの範囲なんですよね。土曜の深夜までの範囲で日曜が11タイトルもあって、ランキングまたね、いつもなんとか日曜のね、本当はね、7時とかくらい上げたいんですけど、全然上げれなくて、前期も。今期もまたこれ月曜日になっちゃうのかなとか思いながらですけどもね。はい、でも、とはいえ月曜も9タイトルだから、あんま出遅れたらもうやばいことになりそうなんですけどね。まあ多分、まあ正直結構序盤でね、切るやつはバッサリ切って、また今期見てる作品、切った作品のその辺はね、改めて、紹介ね。していきますけれども、ちょっとひとまずね、今期僕が見る作品ということで、期待値とかも含めてですね、話していきたいんですけど、なんか気づきはめっちゃ前に流したんだけど、早速では、56タイトルどんどんいきたいと思います。で、配信情報とかね、基本全部最速の配信のとこになってます。はい。で、地上波は、BS とあとは東京とか映るやつかな。っていう、まあ、主要情報っていう感じでまとめてる感じでございます。皆さんね、ぜひ今期これ見る予定だよとかね、こんだけ見る予定ですと。あ、リクさん56ですか、少ないですので、私は70見ますよとかね。どんどんいろんなコメントお待ちしてます。はい。っていうことで、早速いきたいと思うんですけど、まず1タイトル目が、邪神ちゃんドロップキック世紀末編という、これ3期の後のスピンオフっていう感じなんですけど、まあ、次4期がね、まあ、決まってるという感じで、クラファーね、すごい額が、ギネスとか言ったんですよね。で、邪神ちゃんに関してはですね、僕もカロカワさんから、案件をこの前いただきましてね、同時視聴ということでやらせていただいたんですけど、リアクション動画、投稿をね、ホームページを使ってね、すごいですよね。で、僕もこれ初めてで、1話、なんか、もう1期の1話で切っちゃって、実はね。で、そう、まあ、ほんと初見みたいな感じだったんですけどね。内容はちょっとなかなかむずいとこもありましたけど、さすがにね、キャラとかわかんなかったけど、面白かった。すごい楽しめたんですけど、これもね、見ましたね。もうすでに YouTube の邪神チャンネルとか出てるし、僕のね、チャンネルでも同時視聴、てかリアクション動画でホームページありますから、見てください。はい。初見でもなんでいけますよ。はい。って感じです。ケンシロ出てきました。2タイトル目が、バーンザウィッチ、0.8 と 0.8 というこれもね、昨年ですね、2023年12月29日の、深夜1時からというところで、
シーズン1とね、一挙放送っていう、これシーズン1も60分ぐらいかな、もともとねあったんですけれども、はい、というところでプライムビデオとかで配信もやってて、地上波もやったよっていう感じですね。僕はプライムビデオで見ましたね。これに関してはバンザウィッチの元々のシーズン1の前日談っていう感じでですね、今回は30分なかったぐらいかな、いう感じですけれどもね、はい、面白かったです。さすがのクオリティもありましたけどね、こちらもすでに僕は見たんですけど、まあ見る予定という感じで一応位置づけにしてます。はい、3つ目が、異世界でモフモフなれなれする、なれなれするために頑張ってます。モフなれ、これも見たね。これね、地上波は1月7日、日曜の10時からなんですけれども、配信ですね、アベマが地上波1週間先行見放題独占配信っていうのをやってまして、で、1話目はとりあえず無料で見れるみたいですね、だから先行で。で、多分2話以降はプレミアムとかじゃないと見れないんじゃないかな。僕はプレミアム入ってるんで見るんですけど、なんでね、1話はひとまず、昨日質問いただいたんですけど、週間ランキング、モフナレに関しては、多分今週多分上げると思うんですけど、今週か多分もう最初の週間ランキング、ちょっと先に質問少ないですけどね、誕生日とかも放送あるんで、まあ、上げようと思ってるんですけど、そこでは対象にするかなっていう感じで、もしかしたら1話ね、いつもは地上波に僕合わせてるんですよみんなが見てから、まあ、ネタバレであれ話してるんで、なんかあえて頑張って合わせてるんですけど、ちょっと今回もう見ちゃうかもしれない。ちょっとまあまた調整してやります。はい、で4タイトル目が、ジャッキャラ友崎くんセカンドステージという、これこの辺がね今夜かな、多分この動画がね、今日は何曜日ですか、水曜日に上がってるはずですんで、今日の夜からですね、なんとか間に合ったって感じですねいやでも良かったです。年末年始ね、もういつもこのクールのこの始めもバッタバタだよ、ほんと見る。そのクールの、その前のクールのまとめもやるでしょ、ランキングとかさ。で、その上で、その新しいクールが始まるからまとめてまたやるじゃないですか。で、この放送日とか全部まとめるのめっちゃ時間かかるんですよね。これ僕ずっと昨日からやってて。ね、やりきりましたよ、これ。動画上がってるかちょっとわかんないですけど、しっかり間に合ってるのかっていう感じなんですけど。ひとまず、まとめるのは間に合って、珍しいんです、これ、いつもね。いつも一週間ぐらいにさ、見る作品とか言ってさ、もうとっくに見てるのにやってるって。な感じなんですけどね。そう、なんかいつもさ、なんか一週間ぐらいで、もうほんと、その日その日で、これ今日やるのかってまとめてみたいな、すげえギリギリやって、ギリギリっていうかほんと、なんとか見てるみたいな感じなんですけどね。今期は珍しく間に合った。久しぶりだね。毎回こうやってやりたいんだけど。で、友達くんが、東京 MX、水曜10時から、BS11 が24時から、で、アベマアート22時から、全地上は同時配信という、これね、なってます。友達くんもね、どうなんですかね、やっぱ一気に上げられる話になった感じしますけどもね、二期も楽しみに僕は、してます。はい。キービジュアルがね、めっちゃいいなと思ってますね、これね。はい。5作品目が、イシュラという、これね、これディズニー独占配信で僕言ってたんですけど、これよく見てみたらね、見逃し配信があるらしいですわ。YouTube、角川さんのチャンネルと、アベマで。YouTube だと水曜日、1週間遅れてるんですけれども、見逃しあるってこと、あ、よかったなって思いましたね。まあ、地上波もあるんですけど、BS 日テレと、あと東京 MX か。まあ、あと他のともあったと思うけど、っていうところで、ディニープラスが1月3日、水曜23時からということで、これもね、もう始まるよっていう感じでね。これも、まあ、これ多分、今季で相当なラノベの注目枠でですね、なんかめちゃめちゃバトル連発みたいな感じらしいんですけど、どんなものに仕上がってるのか楽しみだなと思いますけどね。監督がね、しかも一族レビアーズがタワーの監督ですちょっとね、エロいのあんですかって原作読んでる人に聞いたんですけど、別になんかそういうわけじゃないらしい声優めっちゃ豪華ですよ。はい、これ楽しみですね。いやでも見逃しちゃってよかったマジで。そうそう、調べて、あ、よかったと思ってさ、これね。はい、6作品目が、ようこそ実力至上主義の教室へサードシーズンということで、妖術第3期ですね。こちらに関しては、東京 MX が毎週水曜、23時半から、BS 日程が24時半からで、アベマが一番いいですね、23時からで。今日同時賞やります。この動画は多分その同時賞の前に上がってるはずなんですけど、今日ね、もう23時から、妖術、ちょっとね、わかんないです。初めて同時賞実はやるんですけど、まあすごいアニメはハマってて、2期もね、すごい楽しんでたんで、あ、せっかくだから同時賞やろうかな。まあ僕もアニメ勢ですけどね、ちょっとあんまネタバレとか食らうようになって、なんかね、なんか違ったらやめるんですけど、まあ多分需要もあると思うんでね、アベマでやるしやりやすいなと思って、はい、っていうことで、アベマが一番早いですね。うん、っていう感じ、妖術さん楽しみにしてますよ。はい。で、7作品目が、魔法少女に憧れてということでですね、これに関しては東京 MX 毎週水曜25時半から BS11 も25時半から、D アニメストアにてテレビ放送バージョン、地上波先行最速配信、また憧れバージョン独占配信決定という、これやばいですね。ブルーレイか円盤のやつが一番なんか全開放らしいんですけど、まあ、こう見るとエロいんだなってわかると思うんですけどキービジュアル見るからちょっとやばそうでしょ
さあこれどんな作品になっていくのか、なんか SM プレイとか書いてあります、説明、説明にね。ちょっとやばい作品になるんじゃないかな、規制がかなりだからあるんだろうっていう感じですけどね。はい、まあ、こういうなんとかバージョンってあるやつは、ね、やばいっすよマジで、週末のハーレムみたいな感じちょっとどんなになるのか楽しみにしてます。はい、8作品目が、ダンジョン飯ということですね。これに関してが明日か、明日の夜からですね、22時半から木曜、毎週木曜、BS11 が23時半から、ネットフリックスを価格配信のタイトルにて、めちゃかった、22時半から1話同時配信ということね、なってます。ダンジョン飯果たしてどうなのかというか、これひとまず楽しみにましたいと思います。まあ来期は、来期で今期ですね一番注目タイトルだと思うんで、ダンジョン飯に関しては当たってほしいね。おもれってなりたいね。はい、では、9作品目が、マト聖兵のスレイブという、こうね、これもやばいっすね。もう ATX ご褒美バージョンって、もう見るからにもご褒美ですね、これね。で、これ毎週木曜23時から。で、東京 MX が毎週木曜24時から。ATX 一番早いっすね。で、BS 朝日さんが、1月7日毎週木曜25時半からという、アベマが地上は同時単独先行配信という、これ。毎週木曜24時からやりますよという感じですね。で、e アニメストアがご褒美バージョンということでね、まあ、ご褒美いただけるのが、1月11日、毎週木曜24時からということで、まあ、さっきのね、魔法少女に憧れてもありましたけれども、まあ、ちょっとそういうの見たいよって方は d アニメストアです。ね、遅いんですよね、なんか1週間とか遅れるから、そこ悔しいですよね。2回見ないといけません。はい。いや、これ、まあ、クオリティさえいけばなっていう感じで、めっちゃジャンプラでも人気作品なんで、まあ、バトルとかもすごいですし、まあ、マジでエロいです。放送できるのかと思ってます。はい、楽しみです。10作品目が、即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、僕これめっちゃ楽しみにしてて。タイトルの時点でさ、やばいじゃん。これなんかもう氷剣の後を告げるかなって、去年ね、氷剣が根拠を滑ると言われてたんですけど、その冬アニメあったんですね、去年の。うん、で、その枠を告げるかなとか思ってたら、キービジュアルがやたら仕上がってて、めっちゃキャラ可愛いやんとか。キャラ強いよね、めちゃくちゃ。っていうことで、なんか普通に楽しみになってきたんですけど、果たしてね、即死チートって終わっちゃう、一発で終わっちゃうわけなんですけど、どうやって話を描いていくのかっていうところで。ワンパンマンみたいなもんか。ワンパンチで終わるみたいなね。そういうの、だからあれも面白いですかね、めちゃくちゃ。あ、そういうことかな。ヒロインも可愛いしね。なんか僕どんどん楽しみになってるんですけど。これも毎週木曜24時半から。で、アベマ、D アニメストアで先行配信開始という感じになってますね。D アニメやっぱ絶対入ってた方がいいね、やっぱりね。第11作品目が、佐々木とピーちゃんという子ね。これもね、今季の超注目タイトルというラノベ枠ですね。初回1時間スペシャルっていうことで、金曜の22時半から23時半でやるという感じみたいですね。で、1時間スペシャルってね、当たるときと外れるときで結構激しいんで、ちょっとここはね、頼むぞと。で、だから、1話がさ、1時間でも面白くないって言ったら、あれもダメだってなるから、ちょっとマジ頼むぞと思ってますけどね。で、プライムビデオで地上波先行単独最速配信という感じみたいですね。で、22時からという感じになってます。はい。第12タイトル目が、望まぬ不死の冒険者ということですね。これに関してもラノベ枠かな。東京 MX さんが毎週月曜24時半から、で、BS 日テレが1日遅いか、火曜23時半から、D アニメ、ネットリックスで、毎週金曜10時から、地上波先行国内最速配信というこれ、D アニメとかの方が明らかに早いんだよね。だから、ちょっとね、ランキング会社どうしようかなと思ってたんですけど、まぁ、ちょっともう今週入れちゃおうかなと思ってます、もうね。はい。もう5日で僕見ちゃおうかなと思ってます。そう、週がまたぐからね、そうなんですよね。ちょっと難しい感じですけどね。どうですかね、これもね。はい。では13作品目が、ももちさんちのあやかし王子ということですね。これに関しては、毎週金曜24時から、U-NEXT ABEMA アニメ放題で毎週金曜24時から、これもね、週は同時配信というと、僕は ABEMA で見ようかなと思ってますけどね。まあ、結構なんか、まあ、女性向けな感じもしますけどね。ちょっとまあ、ひとまず見てみようかなと思ってます。はい。14作品目が、治癒魔法の間違った使い方ということね、東京 MX さんが毎週金曜24時半から BS11 もそうですね。で、ABEMA が、毎週金曜24時半から、治癒は同日独占先行配信という。ABEMA も、やっぱ D アニメとか ABEMA はね、やっぱり入ってたから入ってる。ABEMA は無料でもガンガンいけるんでね。いいんですけど、ABEMA プレミアムもでもね、かなりいいかなと思ってます。先行配信とか見れるしね。はい。っていうとこですけど、まあ、これもどうなんだろうね。これも面白いんですけどね。はい。これも7部役だったかな。はい。15作品目が、ポンの道という子ね、もうこれはもう未知数なんですけど、麻雀系、日常系麻雀アニメみたいな。オリジナルらしいんですけどね、春馬ネギ先生、五等分の花嫁作詞さんがキャラクター原案とかやってるみたいな、キャラ可愛いですね、どう見てもね。はい、っていうところなんで。で、なんか麻雀のルールがね、公式サイトみたいな書いてありましたけど、僕麻雀わかんないんで、ね、ちょっと見ないといけないかなと思ったんですけど。で、TBS で毎週金曜25時53分からという子で、
五等分の鍋も TBS だったね、そう考えると。で、D アニメスター UNEXT アニメ放題というか、アニメ放題とか UNEXT もやっぱ王子先生怖いしのね、僕も D アニメで見ようかなと思ってますけど、 D アニメは26時23分から放送後ぐらいかな、だからね。はい、では16作品目が、結婚指輪物語ということですね。これに関しては、これ救いのやつだったね、そういえば。これかなりなんか原則人気みたいなんですけども、俺は5人の姫と結婚するという、こうね、百科の目指してるのかもしれないですけど、ちょっと どんな話なのかっていう、結構知りやすそうですけどね、見る感じ。これは毎週土曜10時からですね。で、地上は同時先行配信で、アベマ、UNEXT、アニメ放題。これ多いね、このコンビ多いよね、UNEXT のアニメ放題と何か D アニメとかアベマみたいな。はい、なってます。17作品目が、指先と連々という声ですね。これね、僕めっちゃ楽しみにしてるって、多分今日上がったその前の動画で言ってると思うんですけど、なんかね、どうやら聴覚障害者のヒロインのことを、まあ大学生のかな、主人公と、まあ、っていう感じの、ピュアラブストーリーみたいな感じだと思うんですけど、これなんか僕泣いちゃうんじゃないかなと思ってますけど、まあ、少女漫画原作なんですけど、これめっちゃ楽しみにしてますね。作画も良さそうだったし。毎週土曜10時半から、アベマ UNEXT、アベマ UNEXT のアニメ放題好きすぎん、ちょっと。なんかあるんでしょうね、多分ね。はい。で、14作品目が、マッシュル2期ですね。マッシュルどうだろうね。面白いといいけどね。なんか僕も原作読んでますけど、まあアニメはまあまあ、なんかね、結構ギャグが多いじゃないですか、マッシュルって。なんかアニメはちょっとくどい感じで正直するんですけど、どうなるかね。毎週土曜23時半からか。東京 MX BS11。で、アベマ D アニメストアで、毎週土曜23時半からという、こうね、やってます。はい。19作品目が、俺だけレベルアップな件って、これレベーですね。これが毎週土曜24時から、東京 MX BS11、あとプライムビデオですね。24時半から見放題最速配信開始と。他配信サービスもかなりあったと思いますけど、はい。という、プライムもやっぱいいですよね。っていう声で、俺レベーはね、どうなるのかっていうところ、まあ、昨日もね、動画上げましたけれども、まあ、ひとまず内容がどうなるかっていうの話もあってね、僕もそのコミックに関してはとりあえずね、すぐ読むのやめちゃってるんで。PV みたいな感じでやっぱ面白そうだったんですよね。クオリティも高いし、で、サムラさん音楽やってるしっていうことで、やっぱ期待するのは間違いないと思うんで、どうなるのかっていう感じですね。はい。では20作品目が、キングダム第5シリーズという、こうね、まあ、当社見る予定なかったんですけど、やっぱすごいね、キングダムはレクさん見てますかっていうこと、始まると毎回ね、見てほしいっていう声いただいててね、まあもちろん超人気作だし、僕もね、原作は全部読んでるんですよ。原作も最新話ね、もうやんじゃで読んでる人なんで、アニメいいかなと思ったんですけど、今回はしっかり見ようかなと、思ってますけど、まあ、週末いかんせんね、めちゃくちゃ多いですから、タイトルが。もしかしたら、アニメはいいやってなっちゃう、またなっちゃう可能性はゼロじゃないかなと思いますけど、これは NHK ですね、毎週土曜0時からっていう声で、あ、レミノか。レミノはね、なんか、どんなやつですかって聞かれることあるんですけど、TVer みたいなやつですね、なんかね、平たく言うと。めっちゃ平たく言うとね。うん、なんか一応課金とかあんのかな、あれね。なんか、そんな感じないですけど、はい。あるか、レミノもなんか課金みたいなあった気がするな。でも、無料でもなんか CM 流すと一部見れるみたいな感じなんですよね。はい。あと、アニメタイムズか、ってやってますね。NHK プラスやるんですかね、キングダムはね。やってくれると嬉しいですけど。で、21作品目が、青のエクソシスト第3期ということで、島根イルミナティ編ですね。青エク追いついたんですよ。多分さ、今日は上がってるその前のところで僕見てますって言ったの、もうめっちゃすごい距離見たからね。年末年始で1期の2クールと、で映画と2期の、じゃあ1期2クール映画で2期の1クールも全部見ました。やばくない勢い。面白かったですね。はい。ということで。まあ、すごいやっぱね、かなりこう友情とか、まあ、なかなかね、その、なんか、すごい結構ね、まあ、どこまで言ってんか、あんまり言うと狙われちゃうが、息とかもね。はい。でも面白かったですね。ただ、制作会社が変わるんで、それがどうなるかなと思ってますけど。はい。まあ、でも、またね、ウーバーワールドがオープニングやっててね、いいですよね。はい。ということで、僕3期楽しみにしたいなと思ってますけどね。はい。みんなはね、基本多分待った人7年待ったはずなんですけど、僕は今回みたいに、もうめっちゃもうリアルタイムで頭に。しかもさ、1期マジでオリジナルストーリーやばいね。なんかさ、2期が修正されてるんですけど、それが。なんかもう、みたいな、なんかすごくてね、最初なんかあんま頭に入ってこなかったから、ね、はい、っていうところなんですけど、毎週土曜24時半から。UNEXT は、Hulu、D アニメストア、アニメ放題が、毎週土曜25時から。これは最速配信という感じになってますと。なってますね。はい。で、22作品目が、はい、来ました、優勝アニメ。僕の頃のヤバいやつ第2期というこうね、もうラブコメ好きはもうこれ見ときゃ間違いねえぞっていうね、僕ヤバですね。で、まあ、原作ファンはね、みんなご存知だと思うんですけど、もうヤバいんですよ。1期よりさらにヤバいんで、俺もうたまんないですよ。もうほんとヤバいやつって感じです。はい、なんですけど。で、これは毎週土曜、深夜1時半から、遅いんだよ、これ。
沼アニメーションやっぱ遅いんだよな、時間がって思うんですけど、ちょっと感想動画上げてほしいって声もあるんで、感想動画毎週上げようかなとも思ってます。今日まで一番上げない。上げますけど。はい。っていう感じですね。プライムビデオで2話で独占配信って。1と同じ感じかな。マジ楽しみです。楽しみすぎる。はい。23時目が。最強タンクの迷宮攻略、体力9999のレアスキル持ちタンク、勇者パーティーを追放されるというところですね。これに関してはもうタンクだな、これ。で、何？最強タンクの冒険団っていうことなんですけどね。これはアニメイジング枠か。だから、僕やばの次にやるところかな。沼アニメーションやって、アニメイジングですもんね、いつもね。26時から。アベマが2時半から遅いな、これもね。はい、なってます。エンジン4先目が。でも僕やばこうからワンチャン見る人いるかもしれないね。ループ7回目の、悪役令嬢は持って記憶で自由気ままな花嫁生活を満喫する。いや、これなんかワンチャン面白いかなと思ってますけどね。なんかループものみたいですけどね、どうやら。はい。ループものみたいなやつ、態度見ればわかるか。はい、すいません。当たり前の情報いきました。毎週木曜24時から、東京 MX、BS11 は毎週木曜日曜ね、24時半から、D アニメストア、UNEXT アニメ放題、が、ユーネクストアニメ放題のコンビマジ多いんだよ、これ。最速先行配信。毎週日曜23時半から。早いですね。配信の方が早いんだからね。はい。っていう感じになってます。はい。で、25作品目が。真の仲間は2期ですね。真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、転居でスローライフすることにしました。セカンドというこれ。まあちょっとね、これさっきの動画でも言ったと思うんですけど、2期がね、結構まあなんかもう完成された感じで終わった気がしたんで、2期どうなのかなっていう感じなんですけど。はい。なんだかんだ一気見たんだよな。リットちゃん可愛かったですね。ルーティーだったっけ、めっちゃ面白かったですね、これ。で、毎週日曜24時半から、東京 MX。BS 日テレが1日遅れですね。月曜の24時から。で、D アニメストアで地上波先行見放題独占配信っていうことで、毎週日曜23時から。あ、これも D アニメの早いですね、一番ね。はい。D アニメはすごいね。最速配信がめっちゃ多いですからね。素晴らしいです。はい。で、26作品目が、もだえてよ、アダムくんという頃ですね。これに関しては、総力ですね。なんか全人類が立たない、音が立たなくなっちゃったんですけど、主人公だけ立つみたいな、素晴らしい設定ですね。これが25時。鉄板ですね、この時間ね。1月7日だから、何曜日だ、これ。毎週日曜の深夜1時。もうこれは鉄板です、総力の。毎回この時間なんですけど、BS11 もそうで、アニメフェスタで先行配信。もう早く見た人はアニメフェスタ行ってください。これ、プレミアムでなんか全部なんか見れるんですよね。いろいろもうすごいとこ見れるんで、もう早くやりたい人は見てください。で、オンエア版っていうのがね、そういうなんかシーンが全部カットされちゃう。で、まあ、僕はいつもそれ楽しんでるんですけど、普通に。はい。まあ、これもね、いつもなんかすぐ、確か D アニメとか終わった後、D アニメとかですぐ配信されるはずです。はい。27作品目が、休日の悪者さんということでですね。これもなんか日常系っぽい感じでしたけどもね。毎週日曜25時35分。テレ東、テレビ大阪、BS 日程とかで、ね、やるみたい。あ、BS 遅いね。テレ東とかテレビ大阪見た方がいいですね、これだったらね。映る人はね。映んなかったらどうすんだろう。配信か。D アニメスターフールで1月7日、毎週日曜26時5分から最速配信っていう。そこは優しい感じですね。で、28作品目が、劣化なんとか、ちょっと本当に読めないです。これ多分中国読めなんと思うんですけど、はい、行州かな。これも中華アニメですね。BS11 で毎週月曜23時半から。で、ホームドラマチャンネル。これなんだ毎週金曜27時半。D アニメストアで、毎週月曜24時からということで、D アニメストアが先行配信か。っていうか、D アニメでちょっと1話見てみようかなっていう感じですね。はい。29作品目が、姫様、拷問の時間ですっていう。これはね、僕も原作大ファンでね、めっちゃ楽しみにしてるんですけど、ちょっとアニメだとね、間延びするかもなっていうことはずっと言ってるんですけど、これはね、毎週月曜24時から、東京 MX、BS11 どっちもですね。で、あと、アベマでですね、地上波同時見放題先行配信ということでやりますけど、ちょっと初回とりあえず見てみて、どんな感じかっていうところですかね。はい。漫画とりあえずめっちゃ面白い。ジャンプラー原作です。30作品目が、トサンコギャラ生ラーメンコイ、ジャンプラだね。これジャンプラ連続か。東京 MX? あ、違うか。東京 MX じゃなかった。テレとあった。これもね、ジャンプラね。これはラブコメですね。さっきのは拷問アニメです。それで、このトサンコギャラに関してはですね、テレ東、テレビ北海道、BS テレ東で、毎週月曜24時半から、DMMTV、D アニメストアが先行配信と。有効25時からという感じになってますね。俺もとりあえず主題歌ね、大石さんめっちゃ良さそうだったし。まぁ、あ、ちょっと原作ね、僕実はちょっと、まぁ、あ、かなり、ね、実はね、炎上みたいな感じもしてた作品なんですけど、まぁ、あ、たぶん、アニメの範囲は大丈夫だと思うっていうことは、前の動画で言ったと思うんですけど。
しまず楽しみに声優も豪華って、ね、待ちたいと思います。31作品目が、愚かな天使は悪魔と踊るということね。あのこれはね、なんか声優がねめちゃくちゃ豪華で、野沢雅子さんと田中真由美さんとかさ、あのもうルフィとか悟空が出てくるみたいな感じでね。確か内田雄馬さんとなんかアイアネルとかじゃなかったっけ。めっちゃ豪華でしたね、ほんとね。でテレ東で毎週月曜25時半からで、テレビ大阪もそうだね。で BS テレ東が3日遅れか、毎週木曜24時半からで、 D アニメストアで最速配信ということで、毎週火曜ですね12時からという感じ。ああそうか、昼にやるっていうことですね。はい、なってますが、ちょっとこれ、まあ、天使と悪魔ラブコメみたいな感じっぽいんですけど、ちょっと話はどうなのか分からない。それは声優はめっちゃ豪華な、楽しみにしてます。はい、32作品目が、悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが魔王ではありませんという頃ですね。こちら毎週火曜24時半から東京 MX BS11、 また、アベマ D アニメストアで地上は同時最速配信という頃で、毎週火曜24時半からという感じでね。これもラブやかなっていう感じになってますね。はい、悪役令嬢もの果たしてという感じですね。で33作品目が、外科医エリーゼという頃ですね。これはね、韓国のウェブ小説原作みたいなんですけど、東京 MX、BS に行ってる毎週水曜25時から、そして D アニメストアで地上波先行サンド最速配信という頃で、あ、これ早いですね、D アニメね。毎週水曜22時からという頃で、地上波より3時間も早いね。うん、ということで、クオリティ的な面の心配ありますけど、話的には面白いような気もするので、ちょっととりあえず楽しみにしたいと思います。34作品目が、戦国妖子という子ね、あのサミダレとかの作者さんね、あの作品で、もともとその前なのかな、でもう完結済みの作品だと思うんですけど、東京 MX 毎週水曜24時から、BS 朝日だと1月12日金曜日、毎週金曜23時半からで、ネットフリックスでアニメストアで1月10日水曜から、毎週水曜24時っていうことね、なってます。これかなり配信の他も確か多かったはずです。はい、では35作品目が、全3クールとかですね、これはね。はい、35作品目が、チェリー魔法という子をね、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいという、実写がやっぱ人気でしたね。ドラマとか実写映画とかもやってたかなっていう感じなんですけど、きっかけは恋が聞こえる魔法っていうのは BL っぽいんですけど、どうなんですかね、まあ、楽しめるんじゃないかみたいな話もいただいてますから、ひとまずちょっと楽しみに、見たいなっていう感じですけど、毎週水曜深夜24時からテレ東、テレビ朝大阪愛知とかね、やりますね。あと BS テレ東で毎週水曜深夜、まあ、で毎週水曜深夜の24時付近にやると。あとアベマが UNEXT アニメフォーラー、このコンビ来ましたねこれが毎週木曜か、これも昼です。なんか木曜の昼がねやたら多いんだなやたら根拠多いな、木曜の昼やるやつが。はい、なってます、配信ね。で36作品目が、メタリック・クルージュということで、ね、来ましたね、あのコンティの超期待作品ということで、出演会社ボンズの25周年、記念作品ということで、ね、ちょっとストーリーがどうなるかっていうことをね、前の動画でも話してたんですけれども、そうクオリティとかは間違いなく高いなっていう感じでね、まあ、女バディものっていうのは、そこはまあいいかなと思ってるんですけど、ちょっとね、内容的にちょっと見てみんとなっていう感じで、そこは僕は正直不安に思ってるところがあるんですけど、どうやら人造人間とかの話みたいですけどね、毎週水曜24時55分、フジテレビの枠で、ね、プルスルトの子枠かな、あ、プルスはそうだね。プラスウルトラの枠ですね。で、D アニメストア FOD が毎週木曜12時から、ほんとさ、木曜の昼に配信がさ、3つもあるんで、どうしちゃったの、これね。はい、ってなってます。はい。では、37作品目が、百葉譜って、これ中華アニメですね。これ中華アニメの日本語訳版だと思いますけど、こちらがですね、フジテレビ B8 ステーション。で、毎週水曜25時25分から。で、BS フジとかだと木曜か24時半からという、これ配信も、木曜12時から、各配信という、またこれもだね、すごいね、木曜12時が何、あ、3つかだから、これで3つなのか、戦後以降は違ったすいません、なんか謎に勘違いしてたんですけど、チェリーマホとメタリックリュージュとこの百葉譜全部12時からです。はい、38作品目が、月刊妄想科学というこれですね。これはなんかやばそうな感じに匂いがしたんですけど、どうなんですかね。毎週木曜23時半から、東京 MX。BS 朝日は3日遅れか。で、D アニメストアが1月12日毎週金曜0時から。多分ね、これ木曜の24時のことだと思うんですけど、はい、先行配信ということみたいです。で、39作品目が、有機爆発バーンブレイバーンということでね、これに関しては、なんとこれサイゲームスピクチャーズのやるんですよね。サイゲームス企画のオリジナルアニメみたいなんですけど、いやー、なかなか内容厳しいなと思っちゃってるけどね。毎週木曜23時56分から、TBS 系28局全国同時放送開始と。で、UNEXT アベマアニメ放題、このコンビですね。これが、毎週木曜24時半からという感じになってます。はい。
で40作品目が、うるせえやつら2期という子ですね。これに関してはフジテレビのノイタイムなんかですね、毎週木24時55分から放送開始という子で、この金曜正午からAmazon プライムビデオで先行配独占配信という。確かさ、一期の時ってアマプラじゃなかったっすよ。僕 D アニメとか見てた記憶あるから変わったんでしょうね、独占配信にね。うん。ノイタミナークは一緒だったと思いますけど。はい。まあ、また、まあ、僕は結構一期楽しんでますけど、二期も楽しめたらいいなと思ってます。40作品目が、名湯異世界の湯開拓期、アラフォー温泉マニアの転生先がのんびり温泉天国でした。これもショートアニメみたいなんですけど、これもなんかアニメフェスタでね。やってるみたいなんですけど、これまだね、先行配信してるわけじゃない。どうやら総量枠じゃなくて、なんか普通に小数原作、ラノベ原作みたいなんですけど、湯気なしバージョン最高やない。で、リアミストアも、毎週木曜25時5分からという感じでね、なってます。毎週木曜の深夜か、1時アニメですね。で、42作品目が、魔女と野獣という子ですね。これ月刊少年マガジンかな、月刊ヤングマガジンかな、ヤングマガジンの、作品というところになってまして、これ毎週木曜深夜1時28分からということと、あと Unext アニメホール D アニメストアで、毎週木曜深夜2時から先行配信という子ね、見終わり独占配信。これ結構楽しみにしています。はい。で、43作品目が、最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めましたという子をね、こちら東京 MX 毎週金曜23時から、BS 朝日さんが毎週金曜23時から、これ一緒ですね。で、ディアニメストアが23時半から配信開始という子をね、これでも泣きそうな雰囲気も出てましたけど、果たして、どうなるのか。で、44作品目が、スナックバスへという子をね、これヤンジャンの作品でね、もうめちゃくちゃ強いんで、ちょっと楽しみに。どんなアニメになっちまうのかって感じなんですけど、東京 MX 毎週金曜25時5分から、BS 朝日も2日遅れか、ね、で Amazon プライムビデオ、毎週金曜深夜25分からという感じになってます。はい。45作品目がぶっちぎりという、これマッパのオリジナルアニメですね。内海監督、エスケートとかね、前やってた、あとはフリーとかバーナビッシュとかね、監督さんですけれども、そのオリジナルアニメということで、クオリティはひとまず高そうで、なんかキービジュアル見る限り内容が面白いのかみたいな感じするんだけど、エスケートはさ、なんか内容面白そうだったそもそもね、うん、っていう感じなんですけど、これが土曜23時からテレビ東京系列他にて放送決定、プライムビデオでは23時半から最速配信という感じになっております。はい。で、46作品目が、明治激変1874、ちょっと読み方が合ってるからあれなんですけど、これは BS 松竹東急、ちょっと分かんないですけど、これね、見れるのか、多分全国無料放送って書いてあるから、僕も多分 BS 映るんで見れるはずなんですけど、14日日曜の夜11時から、まあこれね、多分見れる人見れない人がいると思うんで、ちょっとこれランキング対象にはしてないかもしれない、ひとまず1話は見てみようかなと思ってるんですけど、あんまハマんないタイプな気がしてます。はい。なんかドラマっぽい感じもするよね、これね。どうなんですかね。はい。で、47作品目が、モンスターズという子ね、これに関しては小田先生のね、伝説の短編っていう初のアニメ化で、2024年1月に世界同時配信開始っていう子で、ネットリックスとかアマゾンプライムでやるらしいんですけど、なんかまだ成功の日にちが出てなくてですね、いつからやるんだっていう感じになってますけど、まあ、ひとまず待ち状況で、まあ1話みたいですね、どうやらね。はい。48作品目が、グレートプリテンダー、ラズビルト、ちょっと読み方があれなんですけど、これに関しては2月23日、これだいぶ後ですね、金曜0時から DMMTV 独占配信と独占作品として展開されるという感じ。1話とかなんですかね、これは。どうやらね、はい、もともとグレートプリテンダーも2020年ぐらいかな、ウィットのオリジナルアニメでやってましたけどもね。はい。まあ、ひとまずこれ僕見ようかなと思ってます。はい。で、これね、本日の作品以上って、ね、あと前期から継続して見る作品なので、ちょっとスパッといきますけれども、初作品というこうね、1タイトル目が目視録の4騎士2クール目。はい。で、これも土曜の、4時半。で、このシャンフロが土曜の5時から。土曜じゃね、間違えた。めっちゃ間違えた。この、目視録の4騎士が日曜ですね。日曜の4時半で、シャンフロが日曜の5時って、この土曜の、土曜じゃね、日曜、なんで土曜と間違えた。やばい、頭が土曜になって、日曜の枠ですね。日号とかの枠ですね。はい。これ続きですね。TBS なんでね。そうですね。はい。続きでやってます。で、続いてが、フリーですね。2クール目。これが1月5日とかから、もうこれまで始まります。ちょっとまあどうしてもね、やらせていただきますけど、多分ね、なんか、ハリーポッターとかやるから相当時間がずれるんじゃないかみたいな話も聞いてますけど、確かにね、最初の初回のね、2クール目の最初も23時40分とかだいぶ遅くなってましたけど、はい、なってますね。で、52作品目が、アンデッド・アンラック。マジでこれね、もっと見てほしいんですけど、まあ時間もスーパーニーズムが遅いのも、いやー、それは関係ねえな、やっぱり。マジで面白い。見てください、皆さん。はい。53作品目が、
めぐみの大悟、これはね土曜の夕方アニメですね、5時半からというところね、引き続きやるという感じですね。はい。で54作品目がラグナクリムゾン、2クール目という項で、ラグナに関してはこれが土曜の深夜かな、0時1時とか、アニメというところで、ラグナーに来るマジ面白くなりそうなので楽しみにしてますね。で5条先目が薬屋ですね、2クール目という。薬屋はね、時間遅いんですけどね、深夜の1時5分とか深夜2時40分配信とかさ、深夜1時とかやってるんですけど、視聴率どうやらなんか 2.4% があるんでしょやばいよなマジで。はい、2クール目も楽しみにしてます。でラストですね、56作品目がキャプテン翼という子をね、もうこれは見る予定ぐらいなんですけど、今一期をね、ずっと追ってるところで、さっき見ててね、もう20話まで見終わったんですよね。で、一期が全部で52話あって、二期が始まって、ワンクール終わって12話だから、まああとね、だから、おそらく44話ぐらいあるんじゃないかなと思われるんですけど。だからクールで言ったら4クール分ぐらいあるんですよね。ちょっと果たして今期中に見切るはずなんですけど、なんで今期追いついてこれも見るはずなんですけど。はい。っていうこうね。ちょっと、まあおもろいくらいの感じで見てるんですけど。やばいな。翼くんなんかオーバーヘッドショットみたいな半端じゃないですね、あれ。ちょっとこれやっぱね、なんか名作っていうか、キャプテン翼なんで絶対見ておきたいなっていう、なんかそういう思いで見てますけど。はい。このジュニア優勢の2クール目。はい。も、見るつもりです。はーい。っていう感じで、今回ですね、本日2024年冬アニメ、僕自身が見る全部で、56タイトルの、紹介は以上となります。さらに申し訳ありがとうございました。という皆さん、どうでした今日ね、配信放送上とか見てね、なんかアベマ UNEXT アニメ放映がやたら多いな、みたいな思ったりとかしたんですけど、まあ、やっぱね、今期はね、その変な独占配信全然ないっすね。解約か、これは。じゃ、ディニープラス解約ディニープラス解約はないかな。いや、DMM もな、グレートプリテンダーぐらいしかないしな、ワンチャン回復するかもしんないな。ちょっとぐらい。あ、でも、DMM はあれお世話になってるしな。まあまあ、ちょっと、配信整理できるかもしんないですね、皆さんもね。やっぱでも、D アニメとアベマとかは絶対やっといた方がいいな。アマプラもね、そうだね。やっぱここはもう硬いなっていう感じだね。改めてしました。UNEXT とかもさすがね、ちょっと月額高いですけど、2000円とかしますけど、まあやっぱかなり万能だなっていうのも思いましたね。はい。でも、本日はなんか変な独占配信が全然ないんで、イシュラはね、一応1週間ぐらいでありますけど、しっかり見逃し配信もあるし、ひとまず良かったなっていう感じが、してますし、今度はその癖も強くなくてですね、はい。全然的に、放送日がまあ偏ってんのは別にいつもの週末のね、偏ってないいつものことじゃいつものことで、そう、火曜の深夜とか一作品ぐらいしかないんね、それがちょっと気になるんですけど、そうだよね、そうそう、まあまあまあ、まあでも別に、この週末偏るのは別にいつもの通りじゃいつも通りなんで、はい。なんとかうまくね、皆さんもこう時間を調整しながら、僕みたいにこんなに見るやつはなかなかいないかもしれないですけど、見る人はそういう風にね、なんか調整して見てほしいな、まあ僕も見ていきますけど。で、まあ、気になる作品はね、ぜひどんどん見ていただけたらと思うし、まあ多分早い時間、早い時に始まるやつとかはね、今のうちに見てみるとかね、はい。ダンジョン飯とか早めに始まりますし、ね、はい。っていう、これ割と今期はね、早く出揃いますね、全作品もね。うん、っていう感じで。配信アニメとかは、まだモンスターズとかいつやるかとかね、わかんないやつもありますけど。はい。まあひとまずね、全作品、いろいろ楽しみに待っていきたいな、という感じでございました。はーい。という子はね、かなり長い動画になりましたね。ご視聴最後もいただきありがとうございます。ぜひ皆さんね、本日見られる作品数とか何見るんやとかね、本日は何を解約しますとか、それいいか、何を契約しますとかね、配信ね、いろいろコメントお待ちしてます。ちょっと僕もね、この時に、まず整理するかもしれないですけど、まあ、なんだかんだいいかな。もう FOD はもう契約しないですし、契約しないし、ディズニープラスはやっぱ意思は見ないといけないしな。っていう感じですかね。はい。で、これもしなんか変化あったら、ライブとかでまた話すかも。知りません。まあでも基本的に僕はね、配信はもうほとんど全部ぐらいの勢いで契約してる人です。はい。で、これなんか謎情報だったけど。という感じで以上になります。そのね、引き続き、今期僕が見てる作品、切ってしまう作品とかも引き続きね、なんかマイクール、まあどうなんで、月1ぐらいで報告動画みたいに出してるんで、また気になった方はそちらもチェックいただけましたら嬉しいです。ちょっと今週から週刊アニメランキングも始めようかなとは思ってますんでね、ぜひね、この機に、チャンネル登録、高評価もしていただいて、それもお待ちいただけましたら幸いですね。皆さんのいろいろコメントもお待ちしてます。ということで、今回の動画は以上となります。最後までお聴きありがとうございました。あ、そうだそうだ、ね。果たしてね、これ何作品生き残るのかってやつですよね。まあ、今期だから今んとこ56か。ですね、2タイトル見終えてるよっていう中で、まあ、前期はね、なんと22タイトルも切っちゃったんで、まあ、今期はなるべく切らずにね、なんか、時間がないから切るとかそういうのあんませずに、10タイトルぐらいに抑えたいなっていう思いではいますけど、まあ、面白くなかったらね、やっぱり切っちゃおうかなっていう感じで、ごめんなさい、その辺の動向もね、お楽しみにお待ちください。はい。なるべく今期は見る、粘る、面白くなるので待つ予定です。ご視聴最後いただき、ありがとうございました。